F ゲームに向けた練習がいよいよスタート。F ゲームに出場することが確定している4名の助っ人選手も練習参加。こんにちは。今回この F ゲームの練習に参加いただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ご存知だと思うんですけど、僕たちはフットサルを日本一のスポーツにするっていうところで今目指してまして、ロードトゥー F ゲーム第1話結成。絶対に負けられない戦いまで残り1ヶ月。決して時間は多くない。短い時間でチームを作り上げることはできるのか。改めて僕の思いをちょっとお伝えさせていただきたいんですけど、ご存知だと思うんですけど、僕たちはフットサルを日本一のスポーツにするっていうところで今目指してまして、で皆さんも多分フットサルをやられていると思うんですけど、まあ、僕たちと共にこのフットサル界をめちゃくちゃ盛り上げたいっていう、気持ちで多分参加いただいていると思うんですけど、まあ、1月14日のこの日曜日の試合は本当に僕自身もメンバー自身も本気で、演出面においても盛り上げっていう面にもおいてもめちゃくちゃ成功させているし、ただ第一にはやっぱピッチで結果で勝つっていうことがやっぱ最重要なのかなと思ってるので、その辺もピッチの上で強度の高い練習をしていければなと思ってますので、今日は一日よろしくお願いします。先日行われたセレクションからピックアップされたメンバーも練習に参加。ダルと申します。チームに入ったらツイッターもやりたいと思います。よろしくお願いします。戦術面は結構翼くんが考えてるんですけど、今回来れないってことでちょっと対人とかシュート練習そういう感じになってくんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。入念にストレッチをする男、類まれな足元の技術と正確なパス、そして強度の高い守備も持ち味とする。助っ人メンバー1人目は伊藤裕樹。ずっと早稲田フットサルクラブ所属してる伊藤裕樹です。足ざる FC ってすごく頑張ってるなと思ってて応援してましたし、このようなお話いただいたんで魅力ながら、協力したいなと思ってお話受けさせていただきました。まあ、ドリブルっていうのは得意にしてるんですけど、ここ数年はそのフィクソっていうか後ろのポジションをやることが多いので、相手のピボを潰したりとか低い位置でのディフェンスっていうのも売りにしてるので、そこを見てもらえたらなと思います。はい、フットサル特有のパス練習になかなか馴染めない選手が多賀浩太だ。まあ、フットサルって、はい、難しいと思うんだけど、もう1月14日まで1ヶ月ちょっとしかなくて、結局フットサルの試合だから、フットサルの動きとかをちゃんとできていかないと、なかなかメンバーに絡んでいくのが難しいかなと思って、まあ、残りの時間で自分が例えば映像を見るなりとか、フットサル勉強するなりで、まあ、あとはせっかく上手い人たちもできてるから、そういう人たちに聞く内容で、もっともっと学んでいって、ちょっとずつ、ロサの動きを順応できていけば、全然チャンスはあるんだから、頑張ってください。はい、お願いします。ガーの人とかで、レベルめっちゃ高いし、セレクションの方もそれに負けないように、めっちゃ頑張ってると思うんで、もっと頑張ってほしいです。今から2対2の対戦します。強度だけ高く。4、5回しかないっていうのもあるけど、やっぱ最後にはチームとして一つ戦うんで、みんなで助け合いながら、まあ時には厳しい声も必要だと思うんで、まあそこを意識してやっていきましょう。はい、セレクション
ションと違って皆さんフットサルの競技やられてる方で自分だけ浮いてるなっていう感覚もあったんですけど、すごく勉強になりました。今回の練習でひときわ違いを見せる選手、豊富な運動量と強靭な体、そして熱い魂、攻撃を司る男、山田昌司。山田昌司です。で、関東リーグの一部の、デルミリオーレクラブ群馬でプレーしてます。浅田さんの動画ほとんど見てて、F リーグを引退してなんか心にぽっかり穴が開いた感じもあって、なんか挑戦したいなと思って、セレクションの募集のSNS 見たときに応募しようと思ってたんですよ。でそれをなんか友人とかで話してたら、本当そのちょうどその日の夜に弾丸君から急に連絡が来て、一緒に力貸してくれないみたいな、両思いですってことでだから断る理由はなかったというか、もうあれすぐやりますよっていう状態でしたね僕左利きでプレーしてるんですけども、割と走れる方だと思うんで、まあ、左利きでパスを回しながら前線に走って、まあ、ピボの位置でもプレーできたりとかするんで、そういうまあ機動力の部分と左足でボールを持った時のワクワクするようなプレー、まあ、期待していただけたらなと思います。甘いマスクで存在感を発揮するゴールキーパー、足元の技術とパワフルなシュートにも定評がある、鈴木陽太。鈴木陽太です。僕自身今年怪我と仕事で試合1回も出てないんですけど、最後のFリーグ2年間コロナの影響でお客さんが入ってない試合だったので、たくさんのお客さんの前で試合するの本当何年ぶりか分かんないぐらいなので、まあ、その中で、まあ、いいプレーを見せれるように頑張ります。最強の助っ人が登場。スピードとテクニックを兼ね備えたフットサル界の貴公子。彼がピッチに立つと何かが起きる。中井健介。この中井健介です。よろしくお願いします。持ち味はスピードが武器なんで、ドライブの飛び出しとずっとフットサルをやってきたんで、その経験を試合で生かせたなと思ってます。自分も選手をやって、まあ、YouTube もやってましたけど、代々木を前にするっていう芦田の目標が、まあ、画面上ですけど見てて、すごい高い目標を掲げてる中で、死に物狂いでこうやって結果を出してきたこの芦田 FC となんか一緒にできるっていうのは本当に率直に嬉しかったので、まあ、そこに自分も何か手伝えることがあるんだったら本気で挑みたいなって思ったんで、その代々木の満員のところとチャンネル登録数100万人っていうところを全力で応援したいなと思って来ました。めちゃくちゃ面白い試合をしていきたいと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。そして次は3対3のトレーニング。フットサル十何年やってますけど、一番きつい練習が2233なんですよ。無酸素状態というか、一息つく時間がない、ね、高度は高くなるし、うん、キャラクター的に、ディフェンスの強度を上げれるんじゃないかなっていうメンバーが揃ってるので、
プレスをかけて高い位置でボールを奪うということができそうなのかなと思うので、そのディフェンスの部分を積み上げていけたら勝利に近づくんじゃないかなと思います。セレクションの時とは全然違って、まあ、強度も高かったですし、本当に技術面も、まあ、ハートの部分でも本気でやらないとヒットしないなって思ったんで、今ある全部を、まあ、とりあえず1回目出すだと思うんで、また次回明日になるんですけどチャレンジしていきたいなと思います。フットサルをやってる人から知ってる選手たちばかりで、もう本当にフットサルそのものの練習で、もう強度もすごい高くて、この人たちと一緒に FBA の一緒に戦えたらすごい嬉しいなって思います。次回2日目の練習がスタート。 F ゲームまでの限られた時間で連携を深めたい。しかし昨日ポジションの取り合いで、僕が急に方向転換した時にちょっと接触して、まさかの事態に。1月14日エスフォルタアリーナ八王子で行われるアシザル SC 初の公式試合 F ゲーム、チケット好評発売中。詳細は概要欄から。